痛み取って何がしたいんですかって言ったら好きなことがしたいわけじゃないですか。で、好きなことをするために痛み取ってくださいって言ったら好きなことやめてくださいって言われるわけですよ。これもう本末転倒すぎて、ある場所をしっかり治療していけば、ほぼ取れます。手術宣告、最後の取り手、デザイン復活、院長で理学療法士の松田健太です。動画をご覧いただき、どうも、ありがとうございます。このチャンネルでは、3件以上の整体院、整形外科、整骨に通っても痛みは全く改善していない、もしくは痛み止め、湿布で痛みをごまかしている、そんな患者さん向けに根本的に痛みを改善していこうという治療法を紹介したりとか、という動画になっていますので、ぜひ患者さんは見てみてください。松田さん。嫌です。嫌ではないです。何でしょうか。草抜き。だったりとか、はいはい、長時間しゃがんでいると結構腰が痛くなったりとかするんですけど、はいはいはい、これってどういう原理でなっててどうしたらいいですかね。わかった。はい、草抜きやめよう。草いっぱい生えてて畑とかに。うちのばあちゃんみかん畑やっとんすよ。もう90近いんですけど、ずみかん畑でこうやってて、腰が痛い、膝が痛いって言うんですよ。もうそうそう、やめたら、お母さんが言うんですよね。うちの母が生きがいなのっていうわけですよ。そうだろうなと思いますよね。私もやっぱ仕事好きなんで、もう生きがいみたいなもんで、仕事すんなって言われたらもう禁断症状体になっちゃいますから。まあ分かりますと。でもね、今の話って本当面白くって、整形外科とかね、病院に行って、もうみかんちぎりやめなさいって言われましたみたいな、なんということが起きてるんだと。痛み取って何がしたいんですかって言ったら好きなことがしたいわけじゃないですか。で、好きなことをするために痛み取ってくださいって言ったら好きなことやめてくださいって言われるわけですよ。これもう本末転倒すぎて意味が分かんなくなってるから、これでも本当に普通にある話なんですよ。先に言っとくと、好きなことをやるために痛みを治すってことがあるので、痛みを治すっていうのはゴールじゃないってことは理解しておいてください。これすごく大事なんですよ。痛みを取って好きなことをする、やりたいことをするために痛みを取るがあるんですよ。痛みを取るっていうゴールのために好きなことをやめるっていうのは本末転倒だっていうところはぜひね、理解してください。で、そこを理解した上で、草むしりはどうやってしていくのかっていうふうに考えたら、そもそも草むしりで何が痛みの原因になってるのか、ここを知るべきだと思うんですよね。じゃあこう考えた時に、助さん、はい、痛みの原因は何ですか。あー、この草が、あらららららってなるわけですよ。これをどういう原理で痛みが出てると思いますか。ちなみに私がやってる MSM メソッドってやつ、鍛えるっていう動きに関して、この草むしりの痛みは感覚ですけども、ほぼ取れます。ある場所をしっかり治療していけば。股関節。近い。殿筋。近い。大腿直筋。遠いこれまでもね、股関節が一番近くてですね、これまずそもそも腰が痛くなる原理を説明しますよ。まずこういう風になるわけですよ。よいしょ、よいしょってなるわけよね。よいしょ、よいしょ、あーだだ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 だ、腰が伸びーんみたいな感じ。これもう鉄板。じゃあなんでそもそも腰が伸びーんってなるかっていうところなんですよ。で、これは一番はそもそもですけど、これこの背骨がすごい曲がるっていう動作自体があまり良くないんですよ。なんでかっていうと、高齢者の方とかがやっぱりこの症状起きやすいんですけど、人間の体っていうのは、背骨っていうのはこんな風になってて、前側にはですね、椎体と椎間板っていうクッション材があって、後ろ側には棘突起とかっていうものがあって、ここに背骨にいっぱい筋肉ついてます。前側ってこれ太い椎体ってやつがあるんですけど、何をするかって言ったら体重を支えてるんですよ。体重を支えるのは後ろ側じゃなくてほぼ前側です。この前の椎体っていうところで体重を支えていくんですけど、この体重を支えるときに、この骨と骨が当たっちゃうと、いわゆる削れちゃって痛いんですよ。この骨と骨が当たらないように、間にクッション材があります。これがいわゆる椎間板。で、この椎間板っていうやつは、ほぼほぼ水分でできてます。いわゆるクッション材なんですよね。本当に柔らかくなってます。ただ、水分が少なくなってきたらどうなるか。カッサカサになる。カッサカサじゃないですね。カッチカチですね。水分があるとここって柔らかいんですよ。でも年取った人たちが腰が痛いって言いません？若い人が草むしりしてて痛いってことないんですよ。で、これ何かって言ったら、こう曲がることによって、さっき言ったみたいに体重ってほぼほぼこの椎体にかかってるわけよ。イコール椎間板でクッション材になってるんですよ。で、椎間板が水分が多い、柔らかいタイミングであれば、この部分ってグニってなってくれてクッション材になります。水分が少なくなってくる、いわゆる肌であればシワになったりとかしますよね。みたいに、この水分が減ってくると細胞自体が硬くなってくるわけですよ。
で硬くなってくると何が起きるかっていうと、グーって押した時にグーッとここの部分が押されちゃいます。押されるとこの椎間板には動神経っていう神経、痛みを感じるための神経が通ってます。この神経を圧迫しちゃうんですよ。本当に言えばクッション材で言えばプニンプニンってなってて神経圧迫しないんですけど、硬くなってるものをグッと押していく、座布団っていうクッションですけど、何枚も何枚も出してって押していくと硬いじゃないですか。あの状態がここに起きるんですよ。でここの部分を押すと神経も圧迫しちゃいます。圧迫すると何が起きるかっていうと、この部分で痛みが起きたりします。そしてそれと同時に圧迫されて、ここにクッション材があるんですが、ここの部分はなんとか耐え切ったとしましょう。でもスッポンジを思い出してほしいんですけど、スッポンジって押した後どうなるか、水分がある中、お風呂の中でスッポンジをギュッとすると水出ますね。その後どうなりますか？水分を吸うんですよ。水分を吸って元に戻ります。この状態で言うと何が起きるかというと、ここから水分を通してもう一回元の状態に戻るんです。でも水分がない方たちはどうなるかっていうと、カッチカチですから、戻ろうとするときにわーっていわゆる硬さがあるけど、この骨自体は伸びようとしてるわけね。この硬い中でギューッと伸ばされる、いわゆる糊を張った紙をこう伸ばしていくような感じで、あー無理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 ってなった時の、この伸ばされた時に神経が伸ばされますよね。伸ばされると痛みになります。椎間板が曲がった時にずっと圧迫されてる。で若い時はこれ伸ばしてもすぐに水分がキュッと入ってくるので戻れるんです。ですけど高齢者になってこう曲がった状態から伸ばすとついてこないんですよ、椎間板が。なんで剥がすような、これ椎間板がついてきてないんですよ。これがいわゆる高齢者の草むしりをしてて痛いの原理です。意味わかるでしょ。確かにここの椎間板だったか、この伸びない理由みたいな。他にも筋肉だったりもあるんですけど、椎間板が一番だと思います。って考えた時に、ここによし水を打ち込もう、難しいです。急に水分を増やそう、難しいです。じゃあもうこれ草むしりの痛みって改善できないのか。改善ちゃんとできます。何かって言ったら、これってそもそもですよ、曲がって脊椎が曲がってしまうっていうことが起きると椎体を圧迫するでしょうね。であればここをそもそも腰が曲がんなかったらどうですかって話ですね。曲がらずにマスクの状態で椎体に圧迫かけなければ、そもそも伸ばすときにそもそも伸びてる状態ですから負担ないんですよね。でも下に行くんだから曲がるじゃん。違うんですよ。これこの曲がるっていう動作はじゃあどういう風にできてるかっていう運動学をしっかり知っていただきたいんですね。どうするかっていうと、これ曲がるときって例えば腰を曲げるときによく言われるんですよ。重いものを持つときはしゃがみましょう。これ根本の意味で言うと何かっていうと、この股関節と腰の部分で体は曲がってくるんです。こんな風にお尻とこの部分で曲がるんです。曲がってこう座り込むんです。ただ股関節が曲がらなかったり、曲げるときに後ろの筋肉が、ね、使えていない、いわゆるこれスクワットですから、お尻の筋肉が使えてなかったら弱くて、ま、倒れちゃうんですよ。だからこれ使わないようにするときに、股関節使うな使うな使うな、じゃあ腰使おうで使っちゃうわけね。こういうふうに股関節が硬かったりとか、お尻の筋肉がなかったりすると、腰の筋肉使いすぎて曲がって曲がって曲がって、よし起こそうのときに椎間板がついてこないんだ。じゃあ何しないといけないかって言ったら、腰なんで曲がったか、これって股関節が曲がってないからですよねって話です。股関節が曲がっていれば、例えばキャッチャーこうするわけじゃないですか。腰伸びてますよね。これって立ってる時と全く一緒なわけです。なんでかって言ったら股関節がしっかり曲がるからね。だから股関節がしっかり曲がってるっていうことができる、そしてこれを支えるための、いわゆるこれスクワットですから、お尻の筋肉があればちゃんと腰に負担減りますよねって話です。であれば腰が痛い人、草むしりの方って何が弱いんですかって言ったら、これは股関節の動き、そしてお尻の筋肉になります。ただ股関節の動きを出したとしても、このお尻の筋肉っていうところがしっかり使えてなかったら、これって改善しないよね。だからまずは股関節の可動性を出すっていう、緩めるっていうこと、そしてこのお尻の筋肉を鍛えていくっていう、鍛えるっていうこと。だからうちでやってる MSMS を取ったやつとかであれば、鍛える、そして緩めるってことを通して痛みを根本的に解決していく。で股関節がしっかり使えるようになってくれば腰の負担が減ってくる。そうすると草むしりの時の腰の痛み改善するよねって話です。
ていう風になっていきますので、これ根本的に言ったら股関節、腰の痛みなんだけど股関節を治療していくべき、そして治療の方法としては緩める鍛えですね。緩めるっていうところをやっていくことによって、緩めれば痛みはその場合は楽になります。でもやっぱり戻っちゃうんですよね。だから大事なポイントとしては、緩めてちゃんと鍛えて、鍛えることによって根本的に痛みを解決して、痛みがない生活を送るようになっていく。これがすごくポイントかなと思っていますので、もしね気になった方がいれば、この運動療法を主体とした MSM メソッド、私がやっている整体院復活では施術方法としてさせていただいていますので、もし気になった方がいらっしゃいましたら、ぜひ下の方の概要欄を見てもらって、ぜひお近くの整体院の方に問い合わせしてみてください。ぜひですね、店舗の方に行って痛みの原因しっかり見つけてみてください。はい、ということで今日はねこれで終わりにしたいと思います。今日の話よかったらぜひ、ね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あと高評価コメントいただけるとすごく励みになりますので、そちらの方もお願いします。ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。今日も動画の時どうもありがとうございました。また見てください。ちなみに片膝立ちっていうのはどうなんですか、今松田さんがやってるこれ。はい、この膝立ちは悪くないです。ただ膝が痛い人が多いから結構できない。片膝立ちっていうのはすごくバランスはいいんですよね。こういう風にいうふうにやってしまうと、四肢基底面って言って足が設置している面積が狭くなるんですよ。これをすると足から膝までの部分が安定する場所になるので、すごく安定します。なのでこれはすごく体重も移動しやすいし、前後も左右も行きやすいんでいいんですけど、膝が痛くってっていう人が多いです。ここはなんかもう膝の状況とかも踏まえながら患者さんに指導していくかなと思いますね。ありがとうございます。はい。